はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。1時ですね、11月10日の木曜日でございまして、お昼にビール系飲料3缶飲んだら眠たくなってきました。眠た眠た、もうちょっと寝ようかなという感じですね。さて、日経平均は、マイナス289、若干戻してますけど、まあうにゃうにゃしてますね。ドル円 146.2 あたりですね。香港ね、ハンセン1万6000は回復しましたけど、マイナス297というあたりでございます。なんかね、動きはようわかりませんね。アメリカの中間選挙、民主党前線と伝えられてましてですね、ただどうでしょうね、下院は共和党優勢な感じがしますんで、この後の開票を見守るしかございません。注目ドルウォンでございまして、これもね、戻されまして、1372あたりです。今日ね、あの朝はわっと切り込んでたんですけど、ちょっと戻されてますね。で、話題は全く関係ない、キムタクでございます。おそらくこのチャンネル登場初めてちゃうかなという感じですけども、恥ずかしながらどうでしょう、スマップというグループがあるのを知ってからですね、その全員の名前と顔が一致したのは20年ぐらい前、いやもうちょっと、20年ぐらい前ですね。まあその間彼ら20歳ぐらいの時から大活躍してますでしょ。でも知りませんでしたけど、最初に覚えたのはやっぱりキムタクですね。ああという感じで、こんな人おるんやという感じでしたけども、で工藤静香さんとご結婚なさって、今はそのお子さんがですね、芸能界のデビューされたりしてますね。そのキムタクですね、現代、日刊現代というサイトでございまして、最近お見限りですね、電話かかってきません。昔よう電話かかってきたんですけどね、最近電話来けへんなという感じですけど、日刊現代でございまして、これはですね、今日の今朝6時に出た記事でございまして、まもなく50歳のキムタクがジャニーズ事務所を立て直しですね、のキーパーソンにならない事情と。ちょっと読みましょうか。6日映画ザ・レジェンド&バタフライですか、2023年1月公開の宣伝も兼ねて、戦国武将の織田信長に扮して岐阜市中心部をパレードした信長公騎馬武者行列が大盛況に終わった木村拓哉49歳、だが所属するジャニーズ事務所は副社長で子会社ジャニーズアイランド社長のタッキーこと滝沢秀明40の電撃大将やキング&プリンス、いわゆるキンプリですか、キンプリってキング&プリンスだったんですね、知らんかった、平野紫耀ですか、25、岸優太27、神宮寺優太25の3人の脱退対象発表で大揺れに揺れている。あのジャニーズ問題って、そうですね、あのスマップの解散があれ、4、5年前ですか、で大いに揺れましたね。で木村拓哉さんとですね、もう一人いましたね、今病気になってはる人ですね、あの人が残って他3人が出たと、新しい地図というのをグループを結成した、まあ、あの辺りからカタ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 としてましたね。で嵐が引退ですか、引退というか解散でしたっけ。13日50歳を迎え、明治ともに事務所の大黒柱であるキムタクがここに来て立て直しのキーパーソンとなってもおかしくないが、果たしてどうなのか。突然の退任退所で世間を騒がせた滝沢氏は何のか、ツイッターアカウントを開設すると、先に事務所を退所しているやめじゃにの面々から次々に反応が起こった。なんかいろいろ書いてありますね。はい、やめじゃにっていうんですね。そう、もう一人の中居さんもですね、今病気で休養と言われてますけど、確かジャニーズお辞めだったんですよね、去年あたりに。僕にとっていろんな相談に乗ってくれたり、親身になって受け止めてくれた頼れる先輩です。
何も知らない人たちに不仲みたいな記事たくさん書かれましたが、これからもよろしくお願いします。手越し拓也って知らんわそんな竹田氏は当初手越しのツイートにだけ反応しなかったため、過去のいきさつからその関係性を疑問されたが、程なくして滝沢氏は手越しのツイートにいいねをつけ、ターキー派の結集を印象付けたと。なんかその辺よくわからんよ。ジャニーズ事務所の行く末ね、これはスポーツ紙記者の証言。かつて事務所の将来を担うと言われた長男、近藤正彦58が昨年4月に退所。あ、なんか問題起こして退所しましたね。次男の東山紀之56も18年いっぱいで芸能活動を休止した。滝沢氏の副社長就任で後継者の命はなくなったと言われています。滝沢氏亡き今、2023年1月から始まるジャニーズワールドネクストステージで演出を務める東山、ジャニーズアイランド社長の井ノ原、いや、なんて言うんですかこれ、井ノ原義彦ですか、46、キンキキッズの堂本三井、知らん三井ですか43、全然このあたり名前を知りません。名前と顔が一致しません。顔を見たらね、まあお見かけしたことございますって言うかもしれませんけど、を中心にジュニアの育成に関わっていくと思われていますと。で、最後のページ、なんで決めたことは知れけへんやん。そこでキムタクの経営入りとの声も出始めているが、これは芸能ジャーナリストの証言ですね。確かに夫人の工藤静香52もう故メリー北川さんと良好な関係を築いていたと言われ、メリー北川さんって亡くなったんですか、お姉さんですよね。創業家とも近く、現在元スマップで唯一の残留しています。しかしキムタクは藤島ジェーン恵子社長と必ずしも密接な関係ではなく、事務所内で違い方権を敷いている状況で、ジャニーさんメリーさんが亡くなったことで独立がささやかれたこともありましたが、事務所に所属しながらプレイヤーとしてこれまで通り自身の活動に専念していくと思われます。芸能ジャーナリスト、今のところ大揺れの事務所を立て直す決定打には書いている様子だということでなんかようわからん記事ですね。私のようなですね、年にテレビ番組をですね座って5時間も見ない人間が、今年はほぼ見てませんね。年末のあのイベントだけは見ますけどね、それでも 2,3 時間かな。そしたらやっぱり5時間ですかね、年に見るって言ったら、自分でこの番組見ようって言ってスイッチ入れることはほぼないですからね。たまさかですね、この私のいる場所にあるテレビがついてていて、ふーんって見てるのはありますけど、ドラマも見なくなりましたね最近ね、なんでようわかりませんけども、でもそのジャニーズ事務所っていうのは、芸能界の一角でかなりの存在感のある事務所というふうに理解をしてますけど、その滝沢さんっていう方は、ね、顔と名前一致しませんけども、お辞めになって、揺れてますけども、私金がね、あれってね、なんて言いますかね、変な中性的なですね、ギルドが支配してるなと思うんですね。大手事務所を出た方はですね、地上波から仕事来ないんでしょ。だから新しい地図のメンバーもですね、最近 NHK にポスポス出てますけども、ずっと来なかった状態でしょう。あれ変やん、なんかあれこそね、本当に公正取引委員会頑張れよっていう世界ですね。変なオミットをするわけですよね、事務所出た人間っていうのは。あれはっきり言って人権問題に関わるんちゃうかなというぐらいに思ってますけども、まあ、ジャニーズ事務所っていうね、巨大な事務所がかつてはですね、そのかつてというか今もそうかもしれませんけど、ある程度テレビ界を支配していたのがですね、その一角が崩れるっていうのはある意味いいことだと思いますよ。でそんなね、その辞めたら出られへんっていう理不尽な話、理不尽な召集感がね、まかり通ってるということ自体おかしいよ。そんなええやん、辞めても。曲側もね、そのあれでしょ、その例えば
新しい人の人を出したらですね、その曲はジャニーズからタレント出してもらえないとか、そういうことがあるからあれでしょ、出せないわけでしょ。ふんって、そんな蹴飛ばしたらええねん、そんなもん。全曲で蹴飛ばしたらええねん、そんなもん。の力関係でね、そういう人の人生の、個人の人生を決めるって、なんともですね、こう私には理解しがたいですね。しかも視聴者は見たいのが見られなかったりするわけでしょ、まあ、絶対おかしいと思いますね。一応この日刊現代のページ貼っておきます。はい、どうもありがとうございました。